アイドルちょっとしたバッキャートーク。こんにちは。なんか噂によるとマスッチ先輩のところにも新しいギアが届いたって話なんですけど。来ましたね。来ましたか。来ました。はい、いいなぁ。やっぱりね、ライダーさんはいいよね、この時期に新しいの履けて。いいですね。ということで、届いたっていう情報が来て、また今年もちょっと作らせてもらえればと思うんですけど。ありがとうございます。まあね、こうやってね、今年でね、4回ぐらい作ってるかな、はい、マイクを作って。どん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 成形技術も上がってるんで、やっぱりね、このマスッチからのフィードバックをまたお客さんたちも伝えていきたいんで、はい、ぜひとも今回もよろしくお願いします。お願いします。ということで、どんなブッズが来たんですか？見てもらえば分かると思うんですけど、マジですか、噂のブーツが来ました。じゃあこれですか、これですか、チーム ID ですね。チーム ID のブーツ来ました。じゃあ、うおー、見えない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 、じゃあ、うおー、うわ、ちゃんと去年とまた全然違うね。違うですね、カラーリングガラッと変わって、かっこいいね、このグレー。え、何これ、これ、このソール見てください。うおー、これクリアソールになってるんですけど、やばい、かっこいいD ラックス の、 あのインスタのページですごいなんか少年が下から当たって真っ黒の画像の中にこのブーツが浮かび上がってるんですけど、めちゃめちゃかっこいいです。でもさ、これ雪の上だって超かっこいいよ ね、 いいね。なんか雪に生えてさ、気持ちがもうかなり上がって気持ちが上がってさらに飛んじゃうと思うんですか。飛んじゃいます。ということで、今年もこのブーツ、はい、がっちり作っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、このブーツなんですけど、今のチーム ID ですね、リミテッドですね。で、ここで特徴としてはこの2つのベルト、このベルトがすごいいい仕事します。インナーはステージ3のインナーなんで、普通にオーブンでも焼けますけど、うちの場合はしっかりと焼きたいと思います。特の焼き方をして、それでマスッチにも作ったいわゆるインソール、いわゆるベースもしっかりと足型が成形されて、ウェアもちろん D ラックスですがパッチリ作って、でうちの責任整形、はい、ちゃんとしますんで、はい、やっぱりね、こんなにいいブーツなんだから、シーズン通してめちゃくちゃ気持ちよく滑ってもらいたいと思うんですよ。はい、じゃあ、松さん、このブーツ、はい、バッチリ作ってもらいます。はい、お願いします。お願いします。はい、まずこれね、これハーネス外します。それで、松内くんの場合は、見てください。この足型がしっかり取れてる。指の跡もついてるじゃないですか。これで足の裏、D ラックスの完璧なインナーの中にこの足裏が入るわけですよ。そしたらバッチリいっちゃいましたね。じゃあ、これいきます。はい。うちの場合は、まずこれをオーブンの方で焼きます。でね、まあね、マスッチの足もね、YouTube 見てる人何回も見てると思うんですよ。まあ、異様にね、もうすごいもう筋肉の塊なんですよ。すごいんですね。で、マスッチ足自体で痛いところは別にないんですか？痛いところってのは特にないんですけど、結構普通の人より幅が広いんで、バンビロってやっぱり靴が合いづらい。まあ、そこのところをうまく合わせるっていうのと、はい、でね、でこの足にまずこれが来てるわけですよ。パコンって、はい、シャッキーンとわけですよ。これがそこに来て最高のインナーが J リアクションがこうやって来るわけから、もう360度全部全方向整形ですよね。これね、全方向整形しっかり頑張りますということでします。カメラワーク。まあ、ここの下もしっかり整形したいんで、前も言ってるんですけど、うちの場合はこういう底付きキャップは使わないんです。なぜかってこうなってしまって、ここだとこう整形できないじゃないですか。でこれにいらないんですね、うちの場合は。だからうちの場合はこれがこう来るわけですよ。でこの状態でこれバコンってピカーンとこう来るわけですね。そうすると上に若干のスペースができるけど、下はしっかり取れる。でこれこそが D ラックスのこのインナーを完璧に成形できることを持ってるんで、まあこれでいきます。はい、じゃで、まあ、そっちの場合はこういうとこ外反母趾とかないよね。外反はないんですけど、あとやっぱふくらはぎ太いんで、はい、どうしてもここばっか締めちゃうとこっちは緩くなっちゃったり、はい、ここ締めようとするとやっぱここきつくなっちゃったりとか。そうだよね。それもやっぱりしっかりとした整形の方法でいきたいと思います。ですね。はい、でまずキャップをかぶせます。パソコンと大丈夫だよ、ね、はい、じゃあこれかぶせ、はい、この状態で、はい、靴下を履いてもらいます。はい、はい、じゃあこれキャップがチェックから履けました。でこの状態で一回インソール確認します。この状態でこのインソールがこうくるわけですね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。バッチですね、ぴったりあります。はい、よくね、あの人によってはなんかブーツを馴染ませるのにこうやって折る人がいるんですよ。タンをギュッギュッて、あれやるとここに筋がついちゃうんですよ。そうするとそこ一点に折れちゃって、最終的に筋がついちゃってここが痛くなっちゃうんで、うちは絶対それを折らないです。 でもそれもしなやかにやりたいっていう方法もやっぱあって、それがマスッチが必要な場合はその方法をするし、今はマスッチがそれ必要ないんでそれはそれはしないですけど、絶対にこうやって折ったりとかってはしないです。それをしちゃうとブーツに自分の癖とは違う跡がついちゃうんで、それは嫌なんですね。見てください。よくここね、シシャモとか言うじゃないですか。見てください。これシシャモじゃないですか。これフグですよ、フグ。ポッコー、見てほら、フグ、フグ、怒りました。あの、ピーク
そりゃね、あんだけ飛んでも立てますって。でここで成形なんですけど、これは、ね、もちろん皆さんにもやることなんですけど、まずこの成形するときにここにやっぱり抵抗があるんで、成形ブーツに自分の、ね、インナーの中に入れるときに必ずうちの方ではこうやってビニールをかぶせるんですよ。このビニールをかぶせることによってインナーに入れたときに変な跡をつけたくないんですよ。ギャーって入れちゃう、ガーって入れちゃうとそこのところに筋がついちゃうんで、それ嫌なんですね。まずこれで抵抗をなくすってこと。それで本当にマスチの場合見て、これふくらはぎがあるじゃないですか。で通常作るとこれこうなっちゃうと、これ絶対隙間ができちゃうんですよ。で今日作るときはこの隙間をなくすようにちゃんと作るんで、ここのところよく見ててください。よいしょ、これ頼んじゃってください。まずこれインナーですね。インナーにインソールをしっかりと入れます。曲がらないように入れます。でこれをかかとをしっかり入れます。はい、じゃあ入れます。でかかとを入れて、はい、力抜いて、ここがここのとこコツなんですね。これしっかり押さえないと。軽く引っ張った時点でここで止めます。最初引っ張って、ね、それでまあ、そっちの場合ここのところに隙間は絶対できてるんですよ。でこの隙間ができるの嫌だから、うちの場合はこのテープで、アウターとインナーの間をこう隙間をなくします。ここはタイトにしておいて、ここはあとはここのズレが嫌なんで、全体的に紙にここのところに巻くんですね。そうするといわゆるこのインナーと足のね、この間の隙間がなくなるんですね。ではい、これできました。はい、下ろしたっていいですよ。で立ててください。それでヒールポケットをしっかり作りたいんで、ここに乗るんですね。でこれをすることによって見えますか、ここのとこ、結局この角度をしっかり作ることによって、かかとを思いっきりかかとのヒールポケットを作りたいんですよ、ここのとこですね。でここをグブってひねで、かかとグッて今押してるような状態ですね。でここのとこはもう早く成形したいんで、このとこ早くですね。基本的にはこうやって、マスチみたいになって、コードスクエア冷やします。で、この時点で、かかとのとこも、これでもう作っちゃうんで、コードスクエアですね。これしっかりと。温めるときは温める。必要がないときはすぐに冷やすと。完全に成形すると。はい、これである程度いくと、ヒールポケットができるんで、今度はまっすぐ立ってもらうため、これ降りてもらいます。はい、降りてください。でこれまっすぐパンパンって一回やってください。はい、これしっかりしまって、で軽く足をぐるっと回って、冷やすことによって余計な熱、粗熱が取れるってことですね。ソールかっこいいよね。で今年結構滑ってるんですけど、やっぱ疲れないですね。あ、インソールだね。インソール、まあブーツもそうですけど、違うな、全然ですね。やっぱリラックスのブーツいいね。でね、ここなんですよ、ここ、こう見てください。ここはね、普通に行くとまっすぐ行っちゃうんですよ、このピカワッツって。そうするとマスチみたいにこのシャモクがすごい大きい人がここがこうってなってるじゃないですか。ここえぐれてるんで、ここにあっちゃうとこうなっちゃうから、余計ここに隙間が出ちゃうとね、かかとが上がっちゃうんで、ここはしっかり止めたいんですね。まあ、だからそれは臨機応変にここら辺はやっぱりちゃんと成形したいと。だってこんないいブーツだよ、こんないいブーツ買ってくれた人がさ、足が痛いとかさ、合わないとかってやっぱりダメじゃん。はい、じゃあ座ってください。はい、時間も経ったんで、これでほぼ成形できてます。じゃあ一回外すでしょう。見てください、この時点でここに隙間がないんですよ。これがいいところなんですね。これがで開いちゃうんですよ、ここつって、ここのエンドのとこ大体こうなるんですよ。これいけないなんです、こうなってほしいんです。綺麗にこうなってるじゃないですか。マスチのふくらはぎがめちゃくちゃ大きくて、ここがこう入ってこう入るんですね。ここら辺のしっかりした感覚がちゃんと取りたいんですよね。マスチの場合、本当にふくらはぎがここまで入んないんですよ。ここまでこうやって入んないんですよ。ここじゃないですか。こういう状態じゃないですか。でもこのところしっかりギュッと入ってる。でも逆に言ったら多分マスチなんかそう、リラックス位が履けないかもしれない。逆にこのベルトがないとだってあそこ収まらないし、これなかったらガバッと広がっちゃうし。本当にね、リラックス、マスチね、ぴったりだよね。見てこれ、こうだよ、バッコンギューンだよ。この足、素晴らしい足だよね。見れば分かる、ここのとこ。
しっかり整形できてるから、この後この子まで広がっちゃってる、ここのとこ分かるでしょ。ほら、本当にマスッチみたいにこうやって得意体質っておかしいけど、すごい超運動神経がいい人とかがこういうやっぱりリラックスベース絶対いいんですよ。バッチリです、形も OK。 じゃあこれでハーネスをつけたいと思います。インナーの中のこのインソールもちゃんと足型になってるんです。すごいですよこれ。これが違うんですよね。はい、できたんでマスッチの方に入ってもらいましょう。お願いします。はい、大体ぴったりしたブーツでこの足を浮いた感覚で分かるんです。入れた瞬間に分かるもんです。すでにいいですね。でこっち締めてちょっと短めになってもう一回締める。なるほどね、うんうん、結構調整できます。いいですね。あ、いいっすね。いいですか。いいです、バッチリです。どうですか。いいです。なんかやっぱ力しっかり伝わりますね。はいはいはい、いいですよ。いいですよ。うまいっすね。ねえ、いいっすね。そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ。うまいっす、うまいっす。っていうか、やっぱりこうやってね、マスッチとこうやってコンビ組んでずっとやってるけど、やっぱりマスッチからのフィードバックを得て、悪いとこをやっぱり直して、良くしてってやっていくから、必ずやっぱりいい方向に持っていかないといけないじゃないですか。このブーツね、リラックスのブーツね、やっぱりみんな言うんですけど、めんどくさいと思ったらそれでもう終わりなんですよ。作るのがめんどくさいと思った時点でもうそこなしたのが作る時点でもう資格ないですよ。やっぱりもうどうやっていいものを作ろうかと思わないとこのブーツ実際作れないから、そこでやっぱり1シーズンにいいのブーツ履きたいっていう人のこの意見が合致すると、やっぱりいいブーツできて、 D ラックスっていうブランドがやっぱりね、本来のこの威力が発揮すると思うんですよ。マスッチからのフィードバックをガンガン得てこう作ってるから、やっぱりね、僕が作るんだったらマスッチに作ると同じように皆さんにも作りたいんですよ。そうすればやっぱり山ですごく楽しく滑ってもらえると思うんですよね。それがやっぱり一番大切なことなんですよ。どうですか。いいですよ。ぴったりだね。いいですね。なんか今までで一番いいかもしれないです。マジでもね、そうだべきなんだよ。やっぱりそうやってね、どんどんどんやっぱりね、こうやってお互いにこうやって意見交換して。そうですね。いいです。はい。これでまた。なんだ、本当に今までに一番いいな。なんですかね。はい、こうやってマスッチの方に整形しました。はい、今シーズンもよろしくお願いします。お願いします。はい、今シーズンも僕あの基本的に僕一人がうちのお店では整形します。確実に整形します。お客さんの意見を聞いて、お互いに話してコミュニケーションを取ってから整形したいと思います。なので僕一人しかいなくて、いいとこ40足ぐらいしか作れません。だから40足そのために僕はもう全力ですよ。40足の人のために全力すればいいんですよ。だからそれでお互いにいいブーツを作りたい、作りあの履きたいっていう人がいれば、ぜひともうちの方で予約してください。予約が埋まった時点でうちの方は今シーズンの分はもうちょっと作れないんで、もう予約始まってますんで、ぜひともそこのところはよろしくお願いします。おさちまたごめんね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。